怖い。詫びはしないぞ。どこ行けんだろう。アジュール軍へのコネ、どっかに落ちてないかな。アルビン、なぜそれほどアジュールに興味を示すのだ。アジュール軍は身分に関係なく実力次第で出世できるって話だからな。ラッシュガルとは随分違うんだね。お、そうなのか。うん、ラッシュガルは昔から世襲で、死生者は大体が貴族出身だからね。伝統があるといや聞こえはいいが、俺みたいな流れの傭兵にとっちゃ旨味のない国さ。でも僕はアジュールみたいに部族間構想が続いてるところ、物騒で勉強に集中できないって思っちゃうな。うん、いろいろ人によって事情があるのだな。なんだよ、えらく他人事だな。うん、人間の社会のありように干渉する気はないのでな。どっかで装備品買っとかなきゃいけなかったかな。よし、ちゃおう。できるだけ後ろから当たりましょうよっていうのは。あ、うん、邪魔をするな。行くぞ。当たれ当たれ。マジンキューさあ、マジンキュー行くよ。みんな、よかった。デッツージマジンキュー行くよ。みんな、よかった。風がデッツージ立ちふさがる者は倒す。できれば戦いたくないけど、やるしかないんだ。綺麗だな。綺麗というか、なんかすごいな。このキジル海瀑を越えれば精霊の里ニアケリアか。連中も追ってきてないな。村の人たちに悪いことをしちゃったね。よくしてくれたのに。ラシュガル兵が来てるんだ。逃げるが勝ちってな。どうするか決めたのは彼らだ。僕らを守ってくれたのかもしれないんだし、そんな言い方しなくても。気になるのか。なら柔道、君は戻るといい。短い付き合いだったが、いろいろ感謝している。どうしてそうなの。
もっと感傷的になってほしいのか。それは難しいな。君たち人もよく言うだろう、感傷に浸っている暇はないとな。使命があるから。そういうことだ。やるべきことのためには感傷的になっちゃいけないの。人は感傷的になってもなすべきことをなせるものなのか。わからないよ、そんなの。やってみないと。ならやってみてはどうだ。え？君のなすべきことをそのままの君で、それで答えが出るかもしれない。僕のなすべきこと。マクスウェル様のようになる必要はないだろうさ。普通ああはなれないって。ねえ、アルビンにはなすべきことってある？さてな。あるって言ったら余計迷うだろ、ジュード君。僕も決めなきゃってな。で、どうすんの？村に戻る？うん、じゃ行こうぜ。ということで、キジル海幕、もう知っといてじゃん。どうぞ。いいや、気は上がりそうじゃない。ボールだね、ボール。下がる。ことは私の戦い方が悪かったということか。なんていうことだ。じゃあ進んでいきましょう。こうやって景色を眺められるっていうのもいいですね。やっぱり。まだいるんだ。行くぞ。よし、行ける。いいぞ、行ける。切られて。戦いは好きじゃないけど。今回多分あれですね、アップルグミとかは結構手に入りやすいので、まああんま買わなくてもいいかもしれないですね。ミートソース何匹死ぬなよ。この程度で私を止めようなど。登れるかな。青少年、悩む前に登ってみようぜ。登れるんだ。知ってたけど、 PV でありましたから。 PV ですか。
結構落ちてますね。戦うしかないんだよね。属性か。火、水、風、地、光、闇、まあ、精霊がいるぐらいだから待っていいのかなと。どっちが正しい道なんだっていう。思ったより大きな手だな。あの威力も納得だ。そろそろ手を。すみ。すでいいのかな。邪魔をするな。ねえ、やっ、ねえ、はい、はい、行くぞ、はい、砕けろ、はい、効かないよ、ごめんな、回復した、やっ、切らなきゃ、けウィンドカッター、はい、はい、はぁ、柔道、やっ、せいや、落ちろ、やっ、切らなきゃ、行くぞ、マジンケ、アルビン、はい、力を、どこにした、レッツ、ブーディン、はい、さあ、やっ、ねえ、さあ、行こう、はい、さあ、マジンケ、マジンケ、はい、せい、はい、さあ、当たれ、はい、マジンケ、さあ、マジンケ、マジンケ、戦いは好きじゃないけど。時間がやばい。結構中途半端ですが、次回はここから、超えてニアケリアに行けたらいいなと思います。まあこんな感じになりますけど、まあご視聴いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。